新 CM にご出演いただきました女優浜辺美波さんにご登場いただきます。どうぞ。こんにちは。ようこそお越しくださいました。はい、浜辺美波と申します。本日はよろしくお願いいたします。新しくなったボトルが発売、全国発売されるということで、このイベントを通して、たくさん魅力を伝えていけたらなと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日浜辺さんにはその新ボトルのイメージに合わせた衣装でご登場いただきました。もう登場いただいた瞬間に爽やかな中風が吹いたような気がしたんですが、今日の衣装のポイントを教えてください。はい、ボトルがリニューアルされるということで、普段よりもこのお水の新しいボトルの透明感、天然水の透明感というものをお衣装でも表現できたらいいなということで、透明感のある白のワンピースに水の流れを少し表現した美しいデザインのワンピースをご用意いただきました。あとやっぱりCM でも着用させていただいてるんですけど、この耳にイロハスのマークがついたイヤリングをつけさせていただいてます。これがかなりポイントになってるかなと思います。イロハスの全国各地に水源あるということで、ちょっとご紹介させていただきましょう。さあ、北は北海道から奥羽山脈、砺波、白州、大山、阿蘇ということで、全国で6カ所にございます。こう全国の採水地から皆様に馴染みの深い地元の天然水を皆様にお届けしているんです。さあ、ということで浜辺さんも今ご紹介したイロハスの水源ご存知だったかと思うんですが、全国の水源の中で浜辺さんが何かこう印象に残っている場所であったり、浜辺さんとご関連のある場所があればぜひ教えていただきたいんですが。はい、私が印象に残っているのがですね、奥羽山脈なんですけど、私小さい時にお母さんとテレビを見ていて、カシオペア紀行の特集がテレビで放送されていて、母に、大きくなった親孝行を兼ねて家族全員でカシオペア紀行に乗せてあげるねみたいなことを小さい頃に言ったっていう思い出があって、まだこのスケジュールの関係もあったり、コロナ禍で実現できていないんですけど、だからその夢がまだ続いていて、そのカシオペア紀行がその奥羽山脈、そのイロハスの水源の奥羽山脈を通っているということで、すごく驚きました。ご縁だなと思って、もしいつか夢を叶えられたら、その時にカシオペア紀行の中から眺めたいなと思って、また一つ楽しみが増えました。いや、なんかちょっと聞いただけでもすごくこういい親孝行な娘さんだなっていう感じがするんですけど、それをもう小さな頃にテレビを見ながら、私が全乗っけてあげるからねっていうふうに話してたわけですね。そうなんですよ。確か母がこう乗ってみたいなとか言ったと思うんですよ。それで絶対乗りたいなと思ったんですけど、そうなんですよ。なかなか実現できそうでできていない夢なので、はい。いやでも普通子供の頃にテレビを見ていて、これ乗ってみたいなとお母さんが言ったら、いや一緒に乗っけてってなんか言いそうですけれども、それを私がって言ったのはお母さんもすごく印象に残ってらっしゃるんじゃないですか。そうですね。まだ覚えててくれるんだと私が逆に言われるぐらい、なんかちっちゃい頃に言ったことだから忘れると思ってて、ありがとうって今でもたまに言われます。なんかすごく素敵なエピソードを聞かせていただきました。イロハスに関連した思い出があるなんてちょっと驚きですね。いやすごく嬉しかったですね。奥羽山脈が通ってるっていうのは詳しく調べていた時に知ったんですけど、やはりなんかご縁もそうですし、ちょっと運命を感じました。嬉しかったです。ですね。いやもう本当にぜひ広大な景色をぜひそのカシオペアから見ていただいて、イロハスを片手に。そうですね。多分旅は少し長くなると思うので、カシオペア紀行に乗った時は、その時は必ずお供にイロハスを持って眺めながらちゃんと飲みたいと思います。はい。まあぜひそういったエピソードもまたどこかで聞かせてください。はい。ありがとうございます。